い、こんにちは、かけみなです。今日はレイズのですね、グラムライツの、57C6 っていうホイールを取り付けて、そちらの方は富士コーポレーションさんの方で取り付けてもらったんですけれども、100キロ走ったら増し締めしてほしいっていうことで、そちらの今日は増し締めの動画をですね、皆さんとご一緒にご覧いただきたいと思います。これが、取り付けたレイズのグラムライツのホイールですね。こんな感じです。タイヤの方はダンロップのディレッツァですね、 DZ102 っていうタイヤを装着しました。まだこれつけて走りに行ってないんで、どんな感じなのかはタイヤのフィーリングはちょっとよくわからないんですけれども、結構、いい感じですね。ホイールの増し締めに使う工具は、トルクレンチですね。だいたい100ニュートンで増し締めしてほしいということなので、これがトルクレンチですね。ここでトルクを決めるんですけれども、ここでトルクを決めるんですが、だいたい100ニュートンかな、ここまで。ここで多分100ニュートンやと思うんですけど、こんなもんかな、合うてると思うんですけど、これが100ニュートンですね。じゃあちょっと増し締めしてみます。どうやったっけ、こう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 ですね、多分。カチンっていうところで、大体そのトルクに達してるっていう意味になります。次はリア側の増し締め。あれ？車動いてますよね。あれ？何だったっけ？あれ？じゃあ、こう来て、分かれんな、ここだ。いいよ。忘れた。すいません、ちょっと、順番分かれんなって思った。何やったっけ？違うのホイールなんかめっちゃドロドロになってる。ドロや。順番めちゃくちゃですね。はい、これで増し締めの方は終わりなんですけれども、なんかタイヤの締め付ける順番があったんですけど、どういう順番か忘れてしまいました、すいません。というわけで、タイヤの増し締め、はこれで完了という形ですね。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。